朝のルーティン森林浴、えー、昨日はねレモンバームだったんで今日はよもぎを取ってみようかとローズマリーのね花が咲いているもう、まあ、ここのところ毎日ねドライのローズマリーを食べてるんでねもう食べ慣れたえー、どうだろう なが取れそうだなあんまり野放しにするとどんどん大きくなるんでねほどほどに取って食べないと。 なるべく、ね、きれいな出たばっかりの、ね、葉っぱを取って食べるともう汚れたのは要するにこれから、ね、伸びるための葉っぱとして残して出たばっかりのきれいな葉っぱを取ってね食べるとこれを繰り返していくと。 別にこういう汚れたやつはもう食べないでこういうねきれいなやつを食べていくと、うん、これだけあればうんやもぎの香りあ,あ今日もね日が昇るさすがにね日が長く長くなってというかまあね日の出が早くなって まあまたね、こういう風に朝のルーティン心理浴を始められるようになると今日もも、ね、風が強いんでね、えー、焚き火はできないと明日がなんとなくね焚き火ができそうな風が落ち着きそうな感じなんでね、えー、あ花が、ね、開きそう。 ヒイラギなんてんのね花が開きそう自然はね本当にすごいよねいろいろと変わってくれるから変わっ今日もね中日新聞の新入力で言ったけどとにかくね何もすかも全てが変わるのよ変わるからいろいろとねやることがあると。 変わらないでいつまでもこのままこの自然をなんて言ってるのはねおかしいわけよね同じ自然がずっと続くわけがないんだからえー、ボケはまだねあこれもだいぶ広がってきたね膨らんできた咲きそうで咲かないと今日はある程度あれだな薪は集めるかな こら辺の薪をね向こうのストーブの方に持ってって燃やせるように薪を集めるかなうんあもだいぶねほらあせびのつぼみねだいぶ白くなってきたんでねもう花が咲きそうな感じにね、なってきてるあせびのねつぼみ春が近づいているね これはススノーポールだスノーポーーーポポルル。だ。2年前はもう咲いてたんだよねこの時期。といったところでね今日はまだ寒い風もある、えー、今日も庭が気持ちいい。